様こんにちは。認知症専門医の長谷川です。本日はですね、抗認知症薬の中でもメマリーというお薬についてご紹介したいと思います。メマリーはですね、アクセル系ブレーキ系でいくとブレーキ系のお薬になります。でもう現在認知症のですね、専門外来はメマリーなくしては成立しないぐらい重要なお薬です。残念ながらですね、まだ僕もいろんなところで、医師会等で講演させていただくんですが、メマリーを十分使っておられない先生がいるのも事実であって、ただこのメマリーを使うと本当に、家族の介護負担は劇的に、改善します。認知症の薬っていうのはですね、物忘れを中心とした中核症状から、それが進行するとですね、幻覚や妄想、さらには攻撃性、性格変化等が出てくるんですね。でこの進行した上で出てくる症状、周辺症状というんですが、その周辺症状をコントロールするのに抜群な力を出すのがメマリーになります。実際僕の患者さんもですね、もう先生もこのお母さんが亡くなっても私たちもう涙も出ない、もうこんなひどいこと言われて、場合によってはもう物取られ妄想も出ても、私たちこの人死んでも涙も出ないっていう方がおられたんですが、メマリーを使ったらすぐ穏やかになりまして、もう最後実は看取りまでやらせていただいて、家族みんな涙して最後した。要するにそれぐらいメマリーって効果あるんですね。もううち1000人以上の方使ってるんですが、本当に穏やかになります。もううちにの看護婦、外来の看護婦なんかですね、先生私家帰るとですね、ものすごいなんか子供にどやしつけちゃうんだけど、メマリー飲んじゃいけないでしょうかって言ったぐらい、もちろん処方はしませんでしたが、効果があります。ただメマリーの使い方、ちょっと注意が必要でですね、メマリーというのは5ミリ、10ミリ、15ミリ、20ミリとあります。で、製薬メーカーさんはとにかく20ミリまで増やせと言うんですが、私の経験でいくと、半分ぐらいの方はですね、10ミリで十分コントロールができます。逆に20ミリまで使うとですね、ちょっと眠ってしまう、フラフラするという方が多いもんですから、それでメマリーなんて使えないよって思うんではなくてですね、適切に、体の体重大きさと考えてですね、10ミリで良ければ10ミリで、継続するのがいいかと思います。ですから、処方した場合はですね、5ミリを1週間、10ミリを1週間ですので、必ず2週間経った時に、いわゆる10ミリが飲み終えた頃に確認をして、10ミリをそのまま継続するのか、さらに15ミリ、20ミリまで持っていくのかっていうのがですね、大事になっていきます。僕はいろんなところでですね、認知の講演をさせていただくんですが、全ての地域にですね、そんな知り合いがいるわけではない。でそんな時に、先生誰かこの地域で、認知症をよく見てる先生見えませんかってよく言われるんですが、そんな時はですね、実は、製薬メーカーさんに頼んでメマリーをたくさん処方している診療所を教えてもらいます。大体メマリーをたくさん、処方している診療所はですね、しっかりと認知症に、取り組んでいると、のとほぼ同じことを意味しますので、そこでご紹介をしております。また今日のこのメマリーについてのこともですね、また YouTube に添付しております UR でですね、のブログで詳細に書いてありますので、そちらもまたご覧になっていただければありがたいと思います。